1991年のコース1991年のルマン24時間レースは59回目のルマン24時間レースであり1991年6月22日から6月23日にかけてフランスのサルトサーキットで行われたスポーツカー世界選手権は新たに排気量 3500cc までの自然吸気、エンジン マシンの最低重量 750kg、燃費制限なしの新グループ C 企画でスタートし、ルマン24時間レースは、この新カテゴリー C1 と、従前のグループ C カテゴリー C2 との混装となった。ただ資金や時間がかかるためと、他のスウィックセンとの走行距離の違いによる、信頼性への不安から、新カテゴリーでのルマン24時間レースへの参加車両は少なかった。 従前のグループ C 車両での参戦は1991年までとされ、最低重量が原則 1000kg という重いハンディキャップが課せられ、全く戦闘力を奪われた。これほど厳しくされたのは、フォーミュラ1において、ノンターボエンジンの排気量上限が1987年から 3000cc から 3500cc に上げられるなど、ターボエンジン搭載車両に不利になる。 レギュレーション変更のものともせず、九百八十八年の f 一世界選手権で、ホンダが1五百 c c ターボエンジンの性能を上げて、圧倒的な勝利を上げたことと、前年のルマンにて、日産が莫大な物量作戦で性能を上げたことを、重ね合わせたからである。ただマツダは、前年のレースで惨敗して周囲に警戒されておらず、その最低重量はスウィックでは八百三十キログラム。 ルマン24時間レースでは 880kg と決められた。トヨタ自動車は1992年の途中からスウィックに 3500cc エンジンを投入する予定になっていたこと、また世界ラリー選手権でタイトルが取れそうになっていたことで予算を取られてルマン24時間レース用車両に手が回らず不参加を決めた。日産自動車は車内の足の引っ張り合いで ルマン24時間レースの参加条件として、前線参戦が義務付けられていたスウィックへの不参加を決めた。日産モータースポーツヨーロッパのメンバーをクラージュコンペティションに移し、クラージュコンペティション名義でスウィックに参戦し、参加資格を得る方法も検討されたが、これも実現しなかった。その後も、追浜の中央研究所並びに、日産モータースポーツインターナショナルで、 重量 1000kg の24時間レース用車日産 R91CEP の開発は続けられた。また日産のアメリカにおけるレース市会社であるんぷたは日産 R90CEK でデートな24時間レースに参戦。ここで R90CEK は桁違いの速さを見せ他社のパーツを踏みつける不運なアクシデントに見舞われたものの17周遅れの2位に入賞。 ヨーロッパから遠征してきていた他社は強い警戒感を抱いたとの見方もある。結果的にトヨタと日産が不参加となったため日本から参戦したのは松田のみとなった。松田は1991年1月に起きたイラクのクウェート侵攻でスケジュールが狂ったが大きな問題にはならなかった。トム・オーギン賞の支援を仰いで2月にルマン24時間レースでの最低重量が 他のスウィックイベントと同じ 830kg に軽減された。4月4日にマツダ787バイトが完成。ポールリカールサーキットで 4500km に及ぶ耐久走行試験をトラブルなしでこなし、カーボンブレーキの採用を決定した。スウィックの前線から最低重量を 880kg に戻す議論が出てきてもおかしくなくなった頃に、 下記のようにポルシェが安全面での懸念を示して 950kg に軽減されたため、ここで松田の最低重量を増やすわけにもいかず、松田の最低重量を 880kg に戻す話は立ち消えになった。1980年代に耐久レースを設見したポルシェ 962C は、この時代には各プライベートチームで独自の改良が加えられ、 原型を保っている車両の方が少なかった。新たに 3250cc エンジンをヨーストレーシングとブルーンモータースポーツに供給したた、ものの最低車重 1000kg では安全性を保証できないため、できれば1991年のスイック出場を見合わせるようにと通達を出した。実際に市販されているレーシングカーの内多数を占めるポルシェが撤退してしまえば、 レースが成立しない恐れがあり、その後最低重量がルマンを除くスウィックシリーズでは 950kg に軽減された。3月18日にスウィックへの参加台数がわずかに18台であることが判明し、出走台数50台確保を前提に工業権を渡してルマン24時間レースをスウィックに復帰させたフランス西部自動車クラブは激怒した。 これに対し国際自動車スポーツ連盟が約束したのは40代で最終締め切りの5月18日までに40代確保すると回答したため ACO はますます態度を硬下させた。ルマン24時間レースへの参戦を認める胸のファックスが3月27日日産自動車宛てに送られたが、しかしルマン24時間レースの参戦権を得るため費用をかけてスウィックに フル参戦してきたメーカーがこれに猛反発し、フィザは日産自動車の参戦を認める決定を覆した。とはいえ一方的に日産を追放したわけではなく、フィザは代わりにスウィックのエントリー締め切りを開幕戦鈴鹿の予選前日まで引き延ばす配慮を示す。予選を走るだけで構わないと。しかし結局日産は鈴鹿に姿を現さず、 その時点で1991年ルマンの欠場が決まった。欧州のジャーナリストにとっては日産のこの行動は理解不能だったという。フィザはメルセデス・ベンツとジャガーにシリーズ参戦している新企画者をルマンでもエントリーするよう命じた。この年のルマンのエントリーはわずかに46台。うちチームバークレイ・ロンドンのスパイス SE90C は姿を現さず。 クラージュコンペティションのクーガー C24S が最低車 17kg 不足し車検落ちした。予選出走は44台に。狭くて使い勝手が悪いだけでなく危険でもあり、チームとドライバーに不評だったピットは世界最新鋭とも言えるような近代設備に生まれ変わった。ピットロードは従前の2倍に拡張され、ピットガレージは奥行き10メートルを優に超えるほど広く、 その2階は広いラウンジ、3階は巨大なプレスルームになった。また、先着順で場所が決まっていたため、ドライバーから少しでも見やすい場所をめぐって、トラブルが多かったサインを出す。シグナルステーションも廃止され、他のサーキットと同様にピットからサインを出すようになった。これらの改良に対して、昔の情緒がなくなったというものも少なくなくかった。 しかし特に昔ノルマン24時間レースを知る者に、とってショックだったのは、ピットの真相ではなく、ーノデールの中ほどにあって、ファンマヌエル・ファンジオや、スターリング・モスも訪れサインを残していた、レストラン24時間が過境に買収され、中華料理店になってしまったことだった。ポスターは、時刻のプジョー905を差し置いて、ジャガー XJR14 が使われた。 排気量三千五百 c c までの自然吸気、エンジン、マシンの最低重量七 750kg と定められたシングループ C 規格である。燃費制限はない。一言で言えば、フルカウル化されたフォーミューラ一で、挙動がクイックで、シャープなため絶対速度だけなら、断然有利、スウィックの初戦となった鈴鹿では、プジジョーー九百五とジャガ XJR マイナスス十四がメルセデベン しかしこれは 360km のスプリントレースの話であり、ドライバーにかかるストレスが大きく、自動車の耐久性能も低かった。この企画に一番積極的だったのはプジョーで、SA35 型80度、V 型重機筒エンジンを新規に開発し、コンパクトな運転席と優れた空力が、特徴のプジョー905に搭載した。ジャガーは、回一用 V 型8。 気筒コスワース HB 型エンジンをロス・ブラウンが設計したジャガー XJR-14 に搭載し3号車、4号車をお付き合いでエントリーした。しかしトム・ウォーキン賞はレース前に夜まで走らせる気はない。決勝では最初のピットストップの後ガレージに引っ込めると明言した。メルセデス・ベンツは百八十度 V 型十二気筒の m 九十一型エンジンを 開発し、メルセデスベンツ C291 に搭載し2号車で、エントリーはしたが、初日に、お披露目で2周走らせただけだった。新企画への優遇措置として、予選タイムにかかわらずスターティンググリッドは5列目まで、カテゴリー1のみとされた。去年までのグループ C 企画である。ジャガーは7.4リットルエンジン搭載の、XJR-12 を4台持ち込んだ。 メルセデスベンツは5リットルターボエンジン搭載のメルセデスベンツ C11 を3台持ち込んだ。前年の欠場により試験員の入ったコースは初めてであった。6列目以降のグリッドからの決勝スタートとされた。誰も新規格車両が24時間を走り切れると思っておらず、ジャガーもメルセデスベンツも旧規格車両を走らせるだけしかドライバーを登録していなかった。 6月19日の18時に公式予選が始まった。トップタイム争いは、ジャガーのデレック・ワーウィックが、XJR-14 で先行したが、メルセデス・ベンツが、C11 の1号車に予選仕様のエンジンを搭載し、土壇場に逆転した。ジャガーは、XJR-12 のエンジンを7.4リットルに拡大したため燃費データの収集に努めた。新規格車用、 XJR-14 は1日目のみ、走行させ予選通過はしたが、そこで撤収した。松田は787バイトが55号車、18号車、787が56号車。初日にタイムアタックをする予定だったが雨で中止になり、その後はカーボンブレーキや燃費データの収集など結晶に備えたため、前年、日産 R90CEK が出した。 ポールポジションを上回らないタイムで終わった。松田から来た、エンジン担当者は55号車の燃費を見て、目を見張った。グループシーカーに乗り慣れない、ベルトランガー賞に、フォルカー・バイドラーが乗り方を教えて、ぐんぐん燃費が向上していたのである。40代は予選を通過した。ポルシェ 962C の大量エントリーでなんとか、格好がついたものの、ジャガー XJR-14 と、 ヨーストレーシングの1台ずつが出走を回避し、出走は38台と、第二次世界大戦後最小台数で争われることとなった。16時ちょうど、スタートした。新企画車両で決勝に出たのは、プジョー905が5号車、6号車の2台と、スパイスエンジニアリングなど到底優勝争いに、加われない小コンストラクターの車両8台の、全10台に止まった。 プジョー905は当初から耐久性のなさを自覚しており、次年のデータ収集のために飛ばせるところまで飛ばして、故障したらリタイアする作戦であり、その通り序盤をリードしたものの結局5号車が1時間半でエンジンを壊し、6号車も6時間でトランスミッションを壊してリタイアした。その後のレースはメルセデスベンツ3台が先行し、それをジャガー3台と マツダ2台が追う展開となった。メルセデスベンツは燃費が少しばかり悪くなっても前半で大きくリードし追撃を諦めさせる作戦。ジャガーは燃費でペースが上がらないがペースを保って他が潰れるのを待つ作戦を取った。これに対し車両重量の軽いマツダはドライバーの努力もあって良好な燃費のままでかなり高いペースを保つことができ、1時間目で11位。 2時間目で9位、3時間目で10位、4時間目で7位と全時順位を上げ、この頃やっと松田の戦闘力に気がついたジャガーとメルセデス・ベンツは情報収集を始めた。6時間目にはメルセデス・ベンツ3台に次ぐ4位に上がった。メルセデス・ベンツは10時間目にパーマーの32号車が全部を破損させてトップから10周以上遅れた。 松田のコンサルタント及びチームマネージャーだったジャッキー・イクスがドイツ人はカイトのマージンを必要以上に確保したがるものだから松田がペースアップをすればメルセデス・ベンツはそれ以上のペースアップをして車両に過負荷をかけるであろうと読みペースアップを指示した彼はベルギー人であるがかつてポルシェワークスチームに在籍しておりルマンでの勝ち方とともに ドイツ人というものを知っていたのである。これに関して、松田の監督だった大橋隆氏は後に、あのままじゃダメなんで、とにかく仕掛けろ、と三人に言ったんだ。ベンツの二台は楽勝だったんだよ。うちがペースを上げても我慢していればよかったのに、ああいうのが、ドイツ的完全主義って言うんじゃないのと発言している。12時間までに55号車が、 ジャガー2台を追い抜いて3位に浮上した。ジャガーは反応したが、燃費の問題でついていけなかった。メルセデスベンツはこれを見て、マツダ以上にペースを上げた。13時間を過ぎるあたりで2位を走行していた、メルセデスベンツ31号車が、トランスミッションのトラブルで、ピットイン、20分を追やし5位に交代した。これにより、マツダ55号車は2位に浮上した。 21時間目、トップを走るメルセデス・ベンツ1号車がオーバーヒートとトランスミッショントラブルでピットイン、松田55号車はトップに立った。1号車は30分後にピットアウトしたが、ヘッドガスケットが吹き抜けており1周だけして、再びピットイン、そのままリタイアした。31号車はこの時点でトップからは5周差があり、自力でトップに戻るのは不可能であった。 メルセデス・ベンツの脱落後はジャガーが2.34番手を固め、松田に続いた。23時間目、松田陣営内では最後を3台並べて走らせる、提案がされたが、大橋隆氏は拒否した。ジャッキー・イクスがこれまで何度も優勝しているならそれもいいだろう。6位くらいの成績で満足するならそれもいい。しかし、優勝を狙うならつまらないことをするなとみなに説明した。 大橋隆氏は緊張感を保たせ、想定外の危険を避けるため最後までペースを下げさせなかった。終了20分前のピットインでも、それまでに連続1時間半近く走っていたジョニー・ハーバードを交代させなかった。この時のタイヤ交換はメカニックの手が震えて、普段よりわずかに時間がかかったが、他には特に問題なく終了した。 松田関係者にとっては時間の経過が恐ろしく遅く感じられ、松田にタイヤを供給したダンロップのモータースポーツ部長は自分の腕時計が故障したと思ったという。最終集会中に24時間のゴールタイムを迎えたため終了前に観客がコース上になだれ込み、オレンジと緑に塗り分けられたジョニー・ハーバーとベルトランが勝、フォルカー・バイドラー組の松田787バイト、 レナウンチャージマツダマツダスピードの55号車がジョニー・ハーバートの運転でピットロードにてチェッカーフラッグを受けた。周回数は362周、走行距離は 4922.810km。2周差で2位に入った35号車を筆頭にシルクカットジャガーの XJR-12 が出走4台中3台完走という安定した走行で23、4位を占めた。 松田勢は18号車が6位、56号車が8位に入り、出場前車が高成績で完走を果たした。ゴール後のジョニー・ハーバートは、激しい脱水症状を起こして、自力で車両から降りられないほどで、医務室に直行したため、16時20分に始まった。表彰式には彼一人だけ出られなかった。 彼がマツダ787バイトをドライブして、サルトサーキットの表彰台中央に、ようやく立つことになるのは20年後の2011年6月11日、その年のルマン24時間レース決勝当日のデモ走行として20年前の優勝者787バイトで、周回した後のサプライズであった。この時彼はおどけて、脱水症状で倒れる様子を自ら再現してみせた。 後で20年越しの表彰台に上った。松田は優勝記者会見の席にジャッキーイクスを座らせようとしたが、ジャッキーイクスは勝ったのはチームでありドライバーであって、私ではないとし、ボーナス支払いの申し出も私は勝つために壊れて松田に入ったのだ。ボーナスをもらうには及ばないとして誇示した。ありがとうございます。